育休後コンサルタントの山口理恵です。今日は出産で仕事を辞めずに続けている人がどのくらいいるのかということについてお話したいと思います。まずですね、このグラフを見てください。出産前後の妻の就業変化というグラフです。第一子が生まれた年別に見た第一子出産前後の妻の就業変化というグラフで、これ出典はですね、 第15回出生動向基本調査という政府が行っている調査です。これを見ていただくと、グラフがですね、5色に分かれていると思うんですけれども、例えば一番右のですね、帯グラフのところを見てほしいんですけど、ここ一番右は2010年から14年の間に第1子が生まれた人です。で、この人たちの中で、 出産後にですね、仕事を辞めたかどうなのかということなんですけれども、5色に分かれている上の2色は出産前に働いていなかった人なので、ここを除いた下の3色を見てください。下の3色を合わせて出産前就業、出産前に働いていたというふうに区分します。で、ここを100としたときに、黒いところが出産退職です。ここが46.9%。 そして赤く丸で囲んだところ、えー、下の2色ですね、白っぽいところと斜線のところ、ここが就業継続で、これが53.1%になっています。つまりどういうことかっていうと、2010年から14年に第一子が生まれた人、2020年現在でいうと、 一人目の子供が6歳から10歳の人ですねその期間に第一子が生まれた人は46.9%が退職し53.1%が仕事を続けたよということです そして53.1%の仕事を続けた人の中の内訳を見ると、約1対3の割合で育児休業を取っている人が3ですね。で、3級だけの人が1ということで、4分の3の人は育児休業を取って仕事を続けているということになります。今一番右側の2010から14のところを見ましたけれども、 一番左側は1985年からですね、5年ごとにデータが取られています。で、ずっと見てくると、黒いところ、出産退職ですけれども、ここの部分が大きい割合を占めているのがわかると思います。実は1985年から2009年までですね、左の5本の,あの帯のところですけど、ここはほとんど 出産退職が約6割でであまり変化していないなんですね例えば一番さっき一番右を見ましたけど右から2番目2005から2009に第一子が生まれた人この人たちはお子さんが15歳から20歳ですかね第一子がその時代の人は約6割の人が出産退職でやめている。 ところがずっとですね千千九1 9 8 5年から2009年までほとんど変わらなかった出産退職の割合が2010年以降急に減ったんですねグラフを見ていただくと黒いところが急に減っている黒とその下の白の境目の線が傾きが大きいですよねこれは なぜこの変化が起きたかというといろんな理由があるんですけれどもいくつかね思い当たるところを言いますとまず一つは、えー、育児短時間勤務務制度が義務化されたとということです。つまり社員が育児短時間勤務制度を取りたいですつまり時短を取りたいですといった時に会社は取らせなければいけないというふうなルール、えー、法律がですね、えー、措置がき 厳しくなったのが二千十年以降と言われています。そしてもう一つはですね、あの女性の一般職総合職と分かれていたその区分のですね総合職の採用数が二千年ぐらいから増えているということが言われています。そうすると二千年ぐらいに入った人が十年経って二千十年になるとだいたい大卒の人だと三十三歳とか三十四歳。 ですよねそうすると日本人の今初産の年齢が30をちょっと超えたぐらいなので2010年以降に第一子の人は 2000, 2000年に総合職で入った人も結構いると。 で総合職で最初から入社した人はある程度長い期間働くつもりで入社している人が多いので総合職で入ったから仕事どうしようかな子供できたけど仕事続けようかなって考えるそしてその時にちょうど短時間勤務制度ができたということも短時間勤務制度がみんなが使えるということが分かった時にそれだったら続けようかなっていう人が増えたということが理由として考えられます。 で、今見ていただいているグラフは、あの、正規社職員、正社員と非正規社員の合計の数字なんですね。で、次のグラフを見ていただくと、これは正規職員のみです。正社員ですね。正規,正規雇用の人のみのグラフです。さっきのグラフの中のうち数です。で、これを見ていただくと、3色に分かれてますけれども、 上の青いところ、水色のところ、一番上のね、水色のところが出産退職で、これが一番右の2010から14に第一子が生まれた人の場合、3割になってますね。約3割が退職、そして約7割が就業継続、仕事を続けたということになります。で、7割の中で赤いところ、真ん中の少ないところですね、ここが育休を取ってない人、産休だけの人ですね。で、下の茶色いところが、 えっと育休を取った人です。七割の人が仕事を続けて、その中で約一対六の割合で産休だけの人と育休を取った人ということになります。ですから正規職員に限って言うと育休を取って仕事を続けるという人が、えー、第一子が生まれたときに一番多いというふうなことになります。えー、以上見てきましたけれども出産で仕事を辞めずに続けている人はどのくらいいるの？ という質問に対してですね第1子が出産した後に仕事を続けている人は53.1%ただしこれは2010年から14年に第1子が生まれた人ですでちょっとねこれデータが古いよねと2015から19っていうのはないのというふうに皆さん思われるかもしれないんですけれどもこれはまだ統計が発表されていないです 2021年、来年にですね、この2015から19という数字が発表されると思いますので、ぜひね、注目していただきたいと思います。予想としてはですね、さらに仕事を続けている人が増えているのではないかなというふうに思います。で、この53.1%は全体なんですけど、正規職員と派遣パートで分けてですね、数字を見ると、先ほど 前のグラフで見たのは正規職員ですね69.1%約70%の人が継続しているでこれをですね1個前の5年間2005から9に比べると2005から9は56.5%でしたので13ポイント近く上がっているということになります。 そして産休のみと育休を取った人は10対59ということで約1対6の割合で育休を取っている人が多いよということです。一方、先ほどのグラフにはなかったですけれども最初のグラフの中にね、含まれている妊娠前に派遣パートだった人、正規職員でなかった人は25.2%が継続でこれも2005から9の前の5年間は17.6だったので増えている。 ということは言えますそして産休とのみの人と育休を取った人の割合は14.6対10.6ということで産休のみの人の方が多いということになりますで全体でまとめて言いますと育休を取得して働き続けている人が順調に増えているということが分かったかなと思いますさらに正規職員の方が継続している人も多いですし育休も取りやすいということです もう一回おさらいしますと正規職員の人は69.1%が継続そして派遣パートの人は25.2%が継続ということで 75%4 分の3の人は退職して4分の1の人だけが継続しているということですねですから派遣パートの人は継続が正規職員の人よりは難しいということです。でさらに 産休と育休の割合を見ると正規職員は育休の方が約6倍多いわけですけど、えー、派遣パートの人はですね産休だけで復帰していいいる人人の方が育休を取った人よりも多いとということですですから正規職員の方が継続しやすいし育休も取りやすいという現状が分かっていただけたかなと思います。 今日は出産で仕事を辞めずに続けている人はどのくらいいるのというご質問にお答えしました。また次の動画でお会いしましょう。